こんにちは今回は遊覧飛行や体験飛行などで多く採用されているセスナー172という飛行機のコックピットの内部の紹介です遊覧飛行をする際にただ乗って外の景色を楽しむのもいいと思いますがコックピットの中の景気がどのような情報をパイロットに知らせているのか 知っているとフライトがもっと楽しくなると思いますこの写真の飛行機がセスナワンブー172ですこれがコックピットの様子ですいっぱいケーキが乗っているように見えますが大したことはないですパイロットの卵もこのような最低限のケーキが付いた飛行機でトレーニングを始めますはじめに紹介するのがヨークです日本語で操縦桿で左右に2個付いています動きは連動していて片方で右に動かせばもう片方も右に動くようになっています 左右にに動動動かかすすす。ととエルロンががき、前後に動かすとレベータータ上下しますこれがエアスピードインディケーターで待機速度を示してくれますこれは車と違って飛行機と地面との差を計算して速度を出すのではなく飛行機と気流の速度を計算してパイロットに示します飛行機が地上でどのくらいのスピードで移動しているのかを示すのはグラウンドスピードで GPS で表示されます一つ隣がアティチュードインディケーターです 飛行機の姿勢を示してくれます。下半分の茶色い部分が地面で、上半分が空です。中央の左右に伸びているオレンジ色の線のようなものが飛行機の翼だと考えてください。これによって飛行機が地面と平行に飛行できているのか確認することができます。次にアルティメーターです。日本語で高度計と呼ばれ、どの高さで飛行しているのかをパイロットに知らせます。地上からの距離ではなく、水面からの距離ですので、 地上でパイロットがアルティメーターをセットしたら覗き込んでみてください。海面より高い空港ではアルティメーターはゼロを示さないはずです。この写真の場合は水面から800フィートの高さに空港が位置しているということになります。ちょっと隠れてしまっていますがこれがターンコーディネーターです。飛行機が旋回するときにどの程度のレートで旋回しているのかをパイロットに示してくれます。 小さな飛行機が取り付けられており飛行機が右に傾くとこのミニチュア飛行機も右に傾きその逆は逆に傾きますこれはヘディングインディケーターですどの方向に向かって飛行しているのか示してくれます東西南北を360度で示し0度または360度が北90度が東180度が南270度が西と均等に割り振られています 北西に飛びたいならヘディング045に向かって飛行すればいいので45度の方向にめがけて飛行するという要領です。これはバーティカルスピードインディケーターです。機体の上昇・下降のレートを示しています。写真のように左を向いている状態が水平飛行している状態で上昇しているなら針は上に動き下降しているなら針は下に向かって動きます。 それぞれメモリが振ってあり、上昇中針が5のところに来たら1分間に500フィートのレートで上昇しているということを示しています。なので、3分後にはどの程度の高さに到着するなどということが計算できると思います。この3つの計器は上から vor 2個と afd が1個です。景気以降の時に使用するので、vfr の時にはほとんど使用しないかもしれません。 VFR で飛行するときにはここについている GPS を最もよく使うでしょう。遊覧飛行のように飛ぶエリアが決まっていたり、ルートが決まっているとパイロットは地形で覚えているものなので GPS を必要としないかもしれません。このレバーは車でいうアクセルです。前に押せばエンジンは勢いよく回り、引けばゆっくりとした動きになります。スロットルと言います。その隣の赤いレバーはメクチャーです。飛行機は高いところを飛びます。 高いところに行けば空気は薄くなります。燃料は空気がないと思えません。上空で酸素を増やすことはできないので、供給する燃料の量をコントロールします。前に押せばより多くの燃料を、逆に引けばより少ない量の燃料をエンジンに供給します。この調節によって空気の密度とエンジンに最適な量の燃料をセットしてあげるレバーです。これはフラップを操作するレバーです。 下げればフラップは下がります。今は一番上に上がっている状態なのでフラップは引っ込んだ状態です。これは今は表示されていませんが時計や外気温度などを示してくれます。これは燃料計です。左右の燃料の残量を示してくれます。2つのゲージが付いています。左側が排気ガスの温度計で右側がどのくらいの燃料を使用しているか示してくれます。このケーキは左側がエンジンオイルの温度計で右側がエンジンオイルの 圧力計です。このケーキは空気の圧力計ですアティチュードインディケーターターンインディケーターヘディングインディケーターなどは空気の力でジャイロを回転ささせせてて作動させています。その際しっかりと空気が提供されているのかやどのくらいの空気が提供されているかを示してくれるのがこのケーキです右は機内での電気使用量やエンジンに取り付けられているジェネレーターがどのくらい電気を発電しているか示します これはブレーカーカです。既定電力よりも大きな電力仕様があるとそれぞれの場所のブレーカーが飛び出します最後にこれらは電気のスイッチですランディングライトナビゲーションライトタクシーライトなど必要な電気類の装置がここに揃っていますいかがだったでしょうか短く端的に主要な装置をご紹介しました最後までご視聴ありがとうございましたもしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします